高松市立新番町小学校は、香川県高松市西木町2丁目にある市立小学校。高松市中心部の西部に位置する小学校で2010年4月1日に、高松市立2番町小学校、高松市立4番町小学校、高松市立日新小学校が統合してできた新校である。統合理由は、児童数減少に伴う、 中心部小中学校の適正配置によるもので、高知は統合校の一つである旧二番町、小学校跡を利用している。通学区域は高松市中心部の一部。北は瀬戸内海に面し、西はすり鉢谷川まで、南は多町商店街や高松赤十字病院、香川大学付近まで、東は高松中央商店街までを航区としている。 高松市中心部西側の広い範囲を航空としており、航空内には中央通りなどの都心部や、その後配地となる番町などの住宅街、江戸時代の趣きを残す大木町などの下町、瀬戸内町や浜の町といった漁師町があったりと、多様な要素を合わせ持っている。高松市では、ゴミ収集のスケジュールを小学校区ごとに定めているが、 本校の開校に伴うスケジュールの統一はなされず、2020年現在でも、旧日清二番町校区と旧四番町校区で異なっている。なお、同時期に開校した高松第一小学校の場合は、もともと旧三校区とも同じだったため、このような問題は起こらなかった。ありがとうございます。